はい、さーい、エリオです。今回は今映画で話題のアンチャーテッドを見たので、その話をしたいと思います。はい。このアンチャーテッドって知ってますかね？もともとゲームが原作の作品なんですけど、プレイステーション3とか、プレイステーションビータとか、プレイステーション4で出ていたゲームで、最初アンチャーテッド1が2007年に発売されたんですよ。それから今までで全世界累計だいたい4000万本以上売れてるんですよ。なのでゲームが好きな人は、まあ、大体知ってる、すごい有名な作品になります。なんか財宝を探しながら、トレジャーハンターしながら、たまに財宝をなんか悪い人たちと奪い合って銃でドンパチするような作品になりますね。で、この映画のキャッチコピーが、プレイする映画っていうのはキャッチコピーなんですよ。インディ・ジョーンズのような世界を実際ゲームでプレイして、ハラハラドキドキするっていうのは、このゲームの、なんすかね、キャッチコピーなんですよね。で、エリオもこのゲームの1、2、3、4をクリアしていて、エリオの一番お気に入りはアンチャーテッド3なんですよ。で、この3で有名なさ、あのシーンが、映画でもある輸送機から落ちていく、なんか荷物が落ちていって、そこでアクションするシーンがあるのがアンチャーテッド3なんですけど、それが今回映画で使われていて、ちょっと興味あるので見ようかなと思いました。はい。で、今回この映画の俳優陣は、スパイダーマンで有名なトム・ホランドや、あとはテッドとか、あとはトランスフォーマーに出ているマーク・ウォルバーグとかが出ていますね。どっちもすごい有名な実力派俳優ですよね。で、ざっくりストーリーに関しては、このトム・ホランドを演じるネイサン・ドレイクとマーク・ウォルバーグ演じるサリーが一緒に50億ドルの財宝を探すっていう話になります。もうざっくりですけどね。で、現時点でこの映画の評価なんですけど、評判と言いますか。で、エリオがすごいいつも見ているアメリカの批評サイト、ロッテントマトっていうサイトでは、現時点ではこういう評価もらってます。で、この評価を説明すると、映画を、なんか批評家からすごい微妙な評価もらってるんですよ。映画に詳しい人たちから。微妙な評価なんですけど、普通の一般的なお客さんとか、まあ、観客の人からすごい評価高いので、映画好きな人とか映画詳しい人にはちょっと微妙な評価になってるのかなと思いました。エリオはすごい面白いと思いました。はい。じゃあ肝心の感想の話をしたいと思います。で、まず一つ目がですね、ゲームと同じで、なんか探索パート、宝物を探すために、なんかいろいろオークション会場を忍び込んだり、なんか謎解きしたりっていうパートをやったり、あと戦闘、戦いのシーンやったり、で、また謎解きのシーンやったりという、なんかここら辺すごいゲームと忠実だなと思って、アンチャーテッド感すごい出てました。原作版すごい好きだと思います、このやり方。なんですけど、映画でちょっと少しご都合主義感あったなと思って、このオークション会場を忍び込んで、財宝を盗むっていう最初のシーンがあるんですけど、なんかすごいあんまり苦労せずに財宝を取ってる感じがあって、なんかサリーも難なく財宝を盗んで外に出ましたし、ネイサンもあんなにピンチになったのに、なんか銃も使わずに普通に逃げれたので、ちょっとご都合主義感感じたなと思います。これ多分ゲームだともう銃でバン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 ってやって、すごいピンチになるんですけど、なんか映画ではすごいシンプルだなと思いました。で、あとは、二つ目の感想なんですけど、なんか日曜洋画劇場でやってそうだなと思いました。すごい安心して見えるというか、なんですか、血も、全然出ないんですよ、血も全く。で、死ぬ描写も全くないですし、あとはベッドシーンとか下ネタもないですし、あとすごい家族向けの映画だなと思いました。そう、安心して見えるというか、幅広い年齢層に向いてる映画だなと思いました。で、あとは予告編でも出ている、まあ、さっき話したんですけど、アンチャテッド3である輸送機から落ちた後の荷物の上で繰り広げられる、ネイサン演じるトム・ホランドのアクションシーンはすごい良かったですね。なんですけど、なんですかね、主人公演じるネイサン、トム・ホランド、もともとただのバーテンダーっていう設定なんですけど、アクションすごいバリバリできるなと思って、普通に見ながら見ている時にですね、スパイダーマンと同じようなアクションしてるなと思って、なんか落ちている、なんか荷物の上で普通にジャンプとかして戦ったりとかしてたので、スパイダーマンだなってちょっとなんか見てて思いました。あとは最後に、映画の最後に持ち上げられてる船を持ち上げて、なんかヘリコプターで輸送するシーンがあるんですけど、そこでのバトルシーンはすごい良かったです。映画でもなかったので、映画だけの、あ、ゲームでもなかったので、映画だけのシーンですごい面白かったです、このシーンは。アクションシーンがすごい臨場感ありましたね。
で、あとはアンチャーテッドっぽくちょくちょくなんかジョーク言ってたんですよ。すごい変なジョークっていうか、まあ、笑えるようなジョーク言ってて、なんか猫を用意してて、オークション会場に忍び込むためになんか用意するものあるって言われて、猫用意してっていうのがあって、なんかすごいシュールだなと思って、結局猫もよくわからないまま終わって、なんかすごいシュールに感じました。はい、以上です。感想こんな感じなんですけど、謎解き映画が好きな人とか、で、あとは、原作、アンチャーテッドファンとか、あとは、トム・ホランドが好きな方とかは、すごいおすすめです。あとは、家族で見るのにすごいおすすめの映画なので、気になる方は見てみてください。ダサ作ではないですね。すごい面白かったので。はい、以上です。こんな感じです。ちょっといいねと思ったり、まあ、あわよくば、いいなと思ったら、チャンネル登録もお願いします。はい、以上です。メンソーレー。